お待たせ。待ったごめんね。委員会が長引いちゃってさ。そんなに待ってないならよかった。それで今日はどうしたのいきなりこんな空き教室に呼び出したりして。大事な話どうせまた宿題移させてくれとかじゃないのうーん。 違うんだじゃあ何かなうんうんえ私のことが好きなのそれってもしかして告白つまり私と付き合いたいってこと私なんかでいいの 大丈夫って君は言うけど、私すっごく嫉妬深いよ。思ったよりも束縛しちゃうかもよ。実はすっごいめんどくさい性格してるよ。今までは幼馴染だからって我慢してたけど、すっごく構ってちゃうんだよ。それでもいいの私のことを嫌いにならないどんな私でも好きでいてくれる本当に 本当の本当に <laughs> そっかそこまで言ってくれるならいいよ実は私もずっと前から君のことが好きでしたこちらこそよろしくお願いします ドキドキした。いきなり告白とか聞いてないよ。でも、君から告白してきてくれたこと、とっても嬉しいよ。ありがとう。それじゃあ、早速なんだけど、スマホ、貸してくれないなんでって、決まってるじゃん。女の連絡先、消すの。 あ、君のお母様は別ね。万が一なんてこともないだろうし。でもでも、妹ちゃんは消しておかないとかな。あの子可愛いし、君が欲情して、兄弟なのに一線を越えちゃう可能性もあるしね。ってことで、お母様と私以外の連絡先は消すから。そんな必要ないそれ本気で言ってる むしろ、母親と彼女以外の女の連絡先、必要なくないこんなに可愛い幼馴染が、たった今彼女になったんだよ他の女なんてもうどうでもいいじゃん。それに、さっき私言ったよね。嫉妬深いし、めんどくさいし、束縛もするって。それでも私を嫌いにならないって、君が言ったんだよ。ねだから早く。 スマホ貸してはいこれで完了ありがとうこれで安心できるよお礼にじゃないけど待ち受け私の写真に変えておいたよかわいいでしょ <laughs> 位置情報共有アプリも入れておいたよこれでいつでもお互いに位置が分かるねそれと ツイッターとインスタのアカウントのプロフ画像も私と前に撮ったツーショット画像にしました。これで君と私が付き合ってるってみんなに分かってもらえるね。あとは、あ、LINE は10分以内に返信してね。あんまり遅いと浮気してるかもって心配になっちゃうし。で、寝る前は必ず電話するから出てね。電話切るときは、 大好きだよって言ってくれると嬉しいな。デートは毎週末必ず行こうね。とりあえず明後日は水族館行こっか。コースは私に任せてね。あ、何回目のデートでキスしたい今のところの予定は3回目だよ。もしもっと早くキスしたかったら行ってね。予定変更するから。初めてはいつにする私はキスした後ならいつでもいいから。 言ってね。必要なものとかは、私が全部準備するから、心配しないでね。進路の話だけど、とりあえず高校卒業したら、一緒の大学行こうね。そのために、君も私と同じくらい偏差値上げてもらうから、よろしくね。で、大学卒業したら、すぐに結婚して、私は一人目の子供を授かるの。これが、今できてる二人のライフプラン、この。 何もしかして告白したの後悔してる大丈夫だよ。私は絶対に君を裏切らないし、束縛強めで構ってちゃんですぐ病んじゃうかもしれないけど、大切な君を幸せにすることに全力を尽くすから。安心して。これからずっと一緒だよ。よろしくね。未来の旦那様。